待たせしました。特製愛情たっぷり肉じゃがです。おかわりはたくさんありますから、いっぱい食べてくださいね。あ、プロデューサーさん、お疲れ様です。何をしてたのかって？ちょっとぼーっとしてました。みんなと最後のご飯を食べて、さっき洗い物を終えて、そうしたらふと思ったんです。あ、本当におしまいなんだなって、なんだか実感したっていうか、腑に落ちた気がするんです。それでこれと似たような気持ちを前にしたことがあって、その時のことを思い出してついぼんやりしてました。実家を出る前の最後の夕ご飯、家族みんなで作って食べたんです。美味しかったな。あ、ご心配なく、大丈夫ですよ。ちょっと寂しい気持ちになっちゃいましたけど、でもお料理にはきっと必要な調味料なんだと思います。砂糖にお塩、お酢にお味噌に醤油、いろんな味の経験をして、もっと美味しいアイドルになってみせます。だからそれまで私のことじっくり煮込んでくださいね。